もうそんな猶予はないじゃん、うん、で指名されたんだからもうやるしかないよっていうか、ガーナ戦で1試合先行してそれで最終選考その選手選ばないといけない。大阪の方は行きたいです、マヤの方はこのままでっていう、もうこれになっちゃったらやっぱり、ね、みんな統一してくれっていう。長友とか圭介はそんな謝る必要ないっすよ。じゃあちょっと人間で人間出るね。僕はちょっとじゃあちょっと西田さんにちょっと料理振る舞いますよ。え？料理。おばんざい屋、おばんざい屋って最初なんで名前つけたかって言ったら、こう料理を作りながら人と話すっていう感じでやれたらいいなと思ってつけたんで、ちょっと料理作りますね。今まで一回も作ったことないの？はい。いやいや一回ある。久保田さんに作ったから。最初やったけどその後やらないってだったらわかるけどさ。いやもうだってコロナ禍で作ったりできなくなったんですよ。ああそれ理由か。よくある理由だね。じゃあちょっとじゃあ俺加谷さん、その間にあの MC 変わっておきます、ね、MC あの日本代表のこととかいろいろ聞いておいてください、はい、ここからはおばんざいではなくて加谷散歩。いや加谷散歩は違うお前のあれにも何 YouTube です。これガンバ公式の YouTube 加谷散歩という。ああいいねこっちのネーミングの、ね、そうですね。あのチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。あ、俺が個人、はい、え、西田さん、おばんざい屋はチャンネル登録してくれてますか？ないないない、できないもん俺、そういう。え、見たことはないですか？全くない。もし、配信されたら見てください。うん、見る見る。まず入れなきゃダメなんだ、だって見ないやつ。登録しなくても見れるんは見れますから。西野さんといえばやっぱもう代表監督のイメージしかないっすわ。あのまあチームクラブチームもありますけど、その2018年のイメージしかないっすわ。なんで？とマイアミと2018年の時はどうやったんですか？まあ、それまで技術人事やったじゃないですか。西野さん甘い方がいいですか？あの甘くない方がいいですか？甘くない方がいい。甘くない甘くない分かりました。ハリル・ホジッチがなんか会員になってからで話来たわけじゃないですか。自分もだから協会に仕事をしてたからね、一緒にハリルホジッチさんと一緒にやってたから。ああいうのでノーって言えない雰囲気なんですか、やっぱり自分がやりたいっていう意識もあるんですか、やっぱり。やらなきゃいけない使命感的な。だってもう来月再来月にワールドカップが始まるんだよ。だから決めるのももうそんな日にちなかったですね。ないな、1週間ぐらいは、ね、まあでも本当に即答って感じだよ。もうそんな猶予はないじゃん、で指名されたんだからもうやるしかないよっていうか。これって日本代表なりあの監督になりましたって言ったらどういう最初になんかこの考えを作るんですか、チームって。今もうある程度固まってるじゃないですか、その時は途中から監督やるんで。まあハリーさんが固めてたチーム選手はあるとは思うけど、で自分になってやっぱり選手の編成だとかやり方だとかはやっぱり自分の短期だけどスタイルで持っていきたいなっていうのはだからね。だからもう翌々日ぐらいにもうヨーロッパ飛んで一人一人視察して面談して面談してこっちリーグでやってるようなことを、うん、ある程度主力の、まあ、監督が変わったったら選手にすごい影響あるよ。だからそれをまず理解してもらって、まあ、その上で自分がなった経緯とか一緒にやってほしいっていう、まあ、それは伝えなきゃと思って演技はしたけど。でもあの時ってもう予選のあれ組み合わせ決まってました？コロンビア、もう決まってる。セネガル決まってましたね、うん。それに対してどうやって戦おうと思ったんですか？だから、まあ、チームには帯同してたからね、うん、まず自分たちのチーム作りじゃない、やっぱり突然監督変わってメンバーも変わってでいいところは踏襲してでももっとこういうことができるんじゃないかっていうことを選手に伝えて、だから
ボンビアよりも自分たちの自分たちこうどう編成していくかチーム作っていくかっていうことが主だよね。直前だよね、もう本当にコロンビアイメージしたのは。いやだから本当はやっぱりね、ポイチみたくやはりこう長い間こういろんなあのトライをしてチャレンジして、で予選を厳しい戦いをしてっていうのがもう A 代表の監督像、そこの中で力を発揮できたっていうのがあるから、ああいう形とは俺は違うからね。でもしかもあれでも監督に就任して転向までに一試合しかなかったじゃないですか。ガーナ戦しか見れなかったじゃないですか、うん、ガーナ戦で一試合先行して、それで最終選考でその選手選ばないといけない、うん、でも、まあ、日本の合宿やったからね、あキャンプを10日間やって試合やってっていう、その10日間で負傷するやつもたくさんいたりして、俺は負傷してるやつの方が選んじゃってるっていう。あれ、え、コンちゃんとかいました？ん、あ、コンちゃんはいたけど負傷してましたよ。負傷しちゃったんだよね、そう、決定的なのしちゃったから。でもあれ、本戦でもあんまり良くなかったですもんね。ん、親善試合っていうか。ああ、全然良くない、全然良くない。これ大丈夫みたいな。最後、直前のパラグアイ戦で、まあ、まあ、結果は出たのと、ターンオーバーして、全員使って、ある程度選手見れたって、うん、全員だから全員が戦力、23人が戦力だっていうことが分かった。で、誰が10日後にスタートで出るかっていうのは多分分かんなかったぐらい。香川行って、乾行って、それまでホンダが出てたところがその選手に変わってどう躍動してくれるのかっていうのが多分、原口を左から右に持ってって、あのでもバランスすごいいいよね、うん、結構覚えてるね、小林さん。いやその2018年アジア、もうあの覚えてる、あのベルギーの、すごいな、いや聞きたかったんだから、あれあれどうマネージメントしてんのかなっていうのを。完全監督目線ですね、小林さん。監督目線、入ってこれないよ。いや俺は無理、俺無理、わかんないっすなって。で、乾だって世界で対してなんかディフェンスできるかって言ったらそうでもないから、やっぱ攻撃っていう部分で言ったら、いやでもあいつすごいディフェンスね。なぜかエイバルでもうあの監督さんと対談したことあるんだけど、うん、エイバルの監督さんは乾にもうとことん3バックの時のディフェンス、4バックの時のディフェンスっていうのを叩き込んでる。で、乾は忠実にやって、しかも攻撃を出していくっていうのが一番ピークだったんだ。そういうの。だから長友とね、あの乾のディフェンスの2対2だけど、全然もうポジショニングがすごいハマってて、乾攻撃だけじゃないんだよ。でも乾、うん、でもうまいですよね、ポジション取り方。うまいんだよ、ね、本当にあの中間ポジション、パスコースをこう消しに行くとかで人に行くとか、うん、そういう感覚なかなか、なんか教えようにもなんかね、そうだ、それかなりあの教え込まれてる。本当になんかそうだ、もう本当その通りって思うぐらいな、ボールボールじゃない、人人じゃない、両方見える、64でかける73でかけるとかって予測しながらで、長友も連動してよみたいな感じ。どっか教えなくても全然できる。その上で点取ってるからね、あいつ、あの時は。いい、できたよ。もうちょっと時間がかかるかも。いやいや、もうあの今、もうまだ話してください。かまぼこ？かまぼこ？かまぼこね。違うの？卵焼きですよ。あ、卵焼きか。卵焼き。卵焼きか。こっちからこんな感じなんですね。なんか。あ、いらっしゃいませ。本日はありがとうございます。どうもどうもどうも。はい。もう、うこれ、まあ、お店に、え、お店に出せそうなんで。いや、もう大丈夫です。兄さん、これ、汚いですよ、この前。汚いから。なんか。うちの出してる、だし巻きのやつは。これ、おばんざい屋特製の、
まあ、あの卵焼きですちょっとね、甘い方がいいと思ってて、イメージなんですけど、ちょっと辛い方がいいと言われたんで、ちょっと、もしあれなら、あの醤油を、後で足して、ちょっと関東人はすぐ何でもかけたがるはい、うん、お、そこはかとなく美味しい。美味しい、美味しいんですか。もう最後しょっぱさが来るねこれ。あ、そうですか。え、入れすぎてない。あ、入れすぎました。あ、でもそれがいいかもしれない。あ、そうですか。いや、ちょっとこれでももうお酒に合うんじゃない。あ、そうだ。ね、ちょっと今日は飲めないですけど。醤油いらない。ね、あ、醤油いらないですか。うん、なんかいまいちだなっていうのを期待しない。意外とうまかったね。案外形も悪くないし。私はそんなあれやな。これぐらいだね。うまい。お、ありがとうございます。でも2018のそのワールドカップの時もいいメンバー、いいキャラクター揃ってましたよね。 18のそのロシアワールドカップ。ああ、もうすごかったね。キュッてなってましたよね。ケイスケをちょっとまあ面倒くさいというか、まあ個性が強いからそう見る風潮もあるじゃないですか。それは全然なかったですか。俺見直したもんだってあいつ。あ、そうすか。うん、でもう最初の面接でスタートはちょっと考えてないって。あ、最初に。でもトップパフォーマンスはもうすごいから、まあどっかで、あのケイスケのいいところをストロング出してくれ。もう分かりました、分かりましたって言ったけど、多分難しいかなと思ったけど、うん、あいつは本当にチームもすごいよ。すごい言うけどね、うんうん、言うけど本当にチームのためになんか練習でもでやるで、やってみんなに還元する。うん、それはすごい。うん、彼は見直したシリーズだったね。うん、ポーランド戦はあれは何回も聞かれると思うんですけどあれは自分の心情はさ、みんな知ってる通りさ、もう超攻撃ぐらいな、あんな 0-1 なんてさ、もう追っかけるためにどうするかって考えるじゃん。いや、俺はなんかその西野さんが天然やから、なんかその破壊所の結果とかも別に頭に入ってないんかなと思って。もう知りたくなくてもこっからすごい。で、当然その前の試合もケースケ入れてこういろいろ流れ変えたりとかできたんで、もう本田をこう呼んだのよ後半。そしたらここで打開場動きましたってポイチが、だったら 0-1 で負けてても OK なんだよ。で本田も近くのモニターかなんか見てて、あの打開場のモニター見たらしいんだよあいつ、うん、画像で、うん、それで自分が行かなくてもこのままだったら通過できるっていうのをケイスケもまあちょっと感じたらしい。でも呼んだんだけど自然と待てる。でここに座ってるアップしてない長谷部を呼んでっていう、自分がスーッとなんかこのままで本来だったら違う。あのワールドカップのあの空気感の中でなんかふーってなんか降りてきたのが長谷呼んでんだよね。そういう時に長谷にどういう声掛けしてるんですか。いや、もうこのままもうみんな統一してくれたよね。大阪の方は行きたいです、前の方はこのままでっていう、もうこれになっちゃったらやってたね。みんな統一してくれっていう、あとこのままで終わらせてくれ、終わらせてくれ、キープ、うん、10分キープでいい。でこの長友は行けるとき行っていいですかみたいなライン際で、俺行けます、行けるとき行っていいですかって、ね、ボール動かせしかない。こっちで高橋とかが、うん、行っていいですよみたいな、ね、言ってるし、うん、それはいろんなもんスクランブル的な感じだったね、うんうん、バックアップのやつらもベンチも、うん、コーチも苦渋の決断
たでも買ってからでももどかしいですよね。どうなんですか、晴れやかなんですか、そういう時通過できたっていう、そういう勝ち方して通過したっていう。で翌朝ベルギーに向かっての向かってのトレーニング開始って言った時に、俺はグラウンドじゃなくてまず部屋入ってくれって言って、それでスタッフ全員西さんまで出て、うん、雪のああいうだって5万人のブーイングってすごかったんだよ、なんで行かないんだって。そういう中で統一して、うん、負けを認めゲーム運んだことに対して俺はもうみんなに謝った、うん、謝った。だけど長友とか圭介はそんな謝る必要はないですよ。それはもう4年前のブラジルで惨敗して上がれなかった、うんうん、上がった自分たちをもうこれからっすよみたいな感じで、うん、逆にもう盛り上げてくれたわけですね。そうそうそう、でも4年前は知ってるから余計に、ね、結果は上がったんですよ、ね、僕らとか、うん、いつも揉まれてるやつらね、うん、いろんな感情があったんだろうし、でもまあそういった意味でもベルギー戦でやっぱりこう日本のスタイルっていうか、うん、だからそれをもう出せっていう感じだよね、当然大さん、ね、でも誰しもが勝つなと思ったけどね。え、監督思いました、それ思ったよ思っちゃったあれほどな、うちらの一番危険な得点差みたいな感じでちっちゃい頃から言われててさ、うん、あの時俺は思ってしまった。あんな綺麗にカウンター食らうっていうぐらいまで綺麗かったもんね。早かったし、何だっけ、チーム分析はあのベルギーはもうほんとボールを浮かさない、あの下で下でっていうこと、もうボールをしっかり早く動かす、ね、でカウンター、もうずっとあのビデオを見さして、うん、チーム分析してたんだよ。ところが2点日本に入れられたら、うん、途端にハイボール入れ出したんだよ、ね、結構長身のねフェライに、うん、でドンドンってやられたのが、で最後は真骨頂の高速カウンターでこうやってやられるわ。確かに一瞬ですね、時間はもう2時間15分ぐらい話してますよ。短いね。他に話足りないことないですか。これからだよね。ちょっとテンション上がってきました。これからだよね。最初もちょっとでも第2回食べたいな、本当。第2回、3回と次はちょっと飲まないといけないですからね。本当だね。また違う話題も出るかもしれないし。はい。まあでもじゃあ次はまた第2回。はい。はい、ちょっと。今日は喋り足りないということで、はい、足りないですね、なんか、はい、またちょっと、いろいろよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。皆さんの活躍を期待しています、はい、最後、じゃあせーのでおばんざいだけ言ってもらっていいですか、ね、最初に聞いたあの NHK のワールドカップのあの時やね。いやいや、そうね。よくカタールでね、なんだやるから。いや、あれはディレクターの人がおばんざいって言ってくださいって言われたから俺おばんざいって言ったら、ピッチ上から上がってきてんだよ。いや、そうそう、あれないよね。久里と二人でやって、最初おばんざいって言って、これからもう真剣勝負決戦だっちゅう時だよ。漫才漫才言うてなんかやってますよ。もうどこ行ってもおばんざいずっと言ってますからね。子供たちでも本当いいよね、おばんざいって、ね、本当、はい、定着してんだ。もうかなりもうこれもう吸い込まれてるから、もうみんなこう口ずさんでますわ。またあれって言うんやろっていうのはね。ああ、そうなんだ、はい、またあいつはそこまでおばんざいって言うんやろみたいな、はい、じゃあもう せーので、せーので、あの、はい、せーのでおばんざいだけで、はいはいはい、すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあせーのおばんざい。